死ねえ、ぐちゃぐちゃにしてやんよ。死ねえ、
しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ。ついてきて。何やってんだ。捕まえろ。あっちだ。逃げろ。悪い、ちょっと借りる。ああ、おお。うお。止まれ。その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？
うん、まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた。そりゃあ、あれなんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ、そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事、冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に強霊会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前俺の名前を